コーラ戦争とは、清涼飲料製造業者であるザコカ・コーラカンパニーとペプシコの間のお互いを標的とした1980年代から1990年代のテレビ CM 及び販売宣伝の比較広告活動である。コカ・コーラとペプシコーラのアメリカに大コーラ会社はコーラを中心に同じような清涼飲料水のラインナップを揃え、 世界各地で激しいマーケティング競争を繰り広げた。特に1980年代には競争は激しさを増し、ペプシのシェアがコカ・コーラを抜く事態となり、コカ・コーラは新たな商品開発に追われるなど苦戦を続けた。各国ローカルの飲料会社が独自のコーラを発売し、アメリカの二大コーラ会社に対してナショナリズムに満ちたコーラ戦争を行う例もある。 イギリスのバージンコーラのように世界的に展開しに大コーラ会社に挑む例も見られる。コカ・コーラとペプシはロックスターを登場させた。米国での著名なソフトドリンク広告出演者は、キス、ティナ・ターナー、デビット・ボーイ、ロッド・スチュワート、マイケル・ジャクソン、マドンナ、レイ・チャールズ及びホイット・ニー・ヒューストン、ポーラ・アブドゥル、アルヤン・コビック、ジョージ・マイケル、エルトン・ジョン。 コーラ戦争が加熱した例として、ニューコーク販売後に、昔のクラシックコークに戻す計画を宣言した、1985年7月11日の戦略的撤退がある。ペプシは、有名人がコークよりもペプシを選ぶという、ペプシ支持のポジショニング手法、ザ・チョイス・オブ・エーニュージェネレーション宣伝を多く用いた。1975年にペプシは、 ペプシチャレンジと呼ばれる、どちらが美味しいかの目隠し飲み比べを開始し、ペプシの販売を促進する、街の声を拡大させた。1990年代後半に、ペプシは長期間の継続的コーラ戦争戦略、ペプシスタッフを開始した。ドリンクペプシ、ゲットスタッフの宣伝で、消費者は膨大な数の瓶、缶やカップについている、ペプシポイントを集めた。ポイントは、 ペプシの生活用品に交換できる。この手法は消費者の共感を得られる。よう2年間の調査と試験販売を経て開始され、ペプシスタッフは即時に成功を収めた。数千万人の消費者が参加した。ペプシはコークの地元で開催され、コークが主要スポンサーだった1996年、アトランタオリンピックの期間にコークの販売を上回った。成功を受けて、 この手法はマウンテンデューにも適用され、ペプシの世界市場に拡大した。この手法は毎年新しい景品を投入しつつ何年も継続した。ペプシスタッフの宣伝は訴訟の対象となった。多くの広告の中に、ペプシはハリアーのコックピットにいる若者の姿にテロップでハリアー700万ペプシポイントと示した。ペプシスタッフの注文額を満たすために追加。 ペプシポイントを購入する仕組みがあった。ワシントン州シアトルのジョン・レオナルドは、ペプシスタッフに最大ポイントの要求と70万ドルの小切手を送り必要な追加ポイントを注文した。ペプシはこの要求を受け入れず、レオナルドは訴訟を起こした。判決は、広告を見た合理的な人間は、実際にはペプシはハリアーを提供はしないと判断するだろうというものであった。 ペプシは、訴訟に応じて、ハリアーのコマーシャルのもとに、ただの冗談の文字を加え、価格を7億ペプシポイントに変更した。コカ・コーラとペプシは、2005年にペプシスタッフが再開し、コーク・リワーズが応じるという、サイバー戦争に至った。このコーラ戦争は、ペプシスタッフがサービスを終了し、コーク・リワーズが、ウェブサイトで商品提供を続けるという結果で終結している。 両者もにボトルキャップと12本、または24本入り箱の蓋を集め、特定ポイント数のオンラインコードを入力すると、商品や商品を消費者がもらえるという、ロイヤリティ手法である。ペプシのオンライン提携先のアマゾンでは、ペプシポイントで MP3 ダウンロードのような、様々な商品購入ができた。コカ・コーラとペプシの両者もに iTunes ストアと提携していた。 宇宙飛行士記念館に展示された1995年にスペースシャトルディスカバリーで打ち上げられたコークディスペンサーのモックアップ。1985年にコカ・コーラとペプシはスペースシャトルチャレンジャーのミッション STS-51 回で宇宙に打ち上げられた。各社は無重力状態で使用するための放送や分配技術を試験するための特別な館、正式には 炭酸飲料ディスペンサー評価ペイロードを設計した。主に冷却及び重力の両方の不足により、実験はシャトル乗り組員により失敗と分類された。コカ・コーラ宇宙ディスペンサーは、宇宙飛行士がコカ・コーラとダイエットコークを無重力空間で楽しめるように設計され、微小重力化における宇宙飛行士が消費する飲料の味覚思考の変化の 基礎データを提供することが目的であった。この装置には1.65リットルのコカ・コーラとダイエットコークが入っていた。宇宙飛行士は選択した炭酸飲料を流体転送装置と呼ぶ密閉飲料カップを分配装置に一時的に接続して分配する。電力を節約するためディスペンサーは容器と接続装置間の冷却コイルにより必要時に液体を冷やす。 F グバ -1 及び流体転送装置の F グバ -18 は1995年にスペースシャトルディスカバリーのミッション STS-63 で打ち上げられた。さらなる開発はコカ・コーラ・フォンテーンディスペンサーにつながり炭酸飲料は別に保管した二酸化炭素、水、風味シロップで作れるかの判断及び作られた液体が気泡格がなく 泡を生成して消費できるかの判断するテストベッドを目的とする。この装置にはコカ・コーラとダイエットコークに加えスポーツドリンクのパワーエイドがある。この装置はスペースシャトルエンデバーのミッション STS-77 で打ち上げられたが F グバマイナスには期待した動作をしなかった。1990年代に第二のコーラ戦争がイギリスで報告された。 多くのストアブランドコーラと異なり、セインズベリークラシックコーラと同様に製品競争力があるようデザインされたバージンコーラの発売開始に伴うものである。数年間にわたり、これらのコーラはコカ・コーラやペプシと競争した。コカ・コーラはクラシックコーラ間のデザインがコークと酷似していると主張してセインズベリーを訴えた。しかしながら現在は バージンとクラシックコーラは二大ブランドに遠く及ばない。大量広報マーケティング戦略が1990年代に続けられた。1997年には、スパイスガールズがペプシと数百ポンドのスポンサー契約を結んだ。3作のペプシ CM に出演し、ペプシと2つの限定版シングル、ムーブ・オーバーとステップ目を発売した。これらはペプシのパッケージで宣伝され、 ペプシ主催公演のコンサートがインスタンブールで2度開催された。日本では1956年にペプシコーラが参入、翌1957年にコカ・コーラが参入し、コーラ戦争が開始された。1965年に簡易入りコーラを先行させたコカ・コーラが圧倒的なトップシェアを長く占めていた。コカ・コーラは1980年頃の洋々ブームでも成功し、 同社の各種商品名簿を入り用意が流行した。しかし、1987年にペプシコーラがマイケル・ジャクソンの来日コンサートに協賛。1991年に MC ハマーを CM に起用するなどして検討。1996年のペプシマンを使った一連のキャンペーンに成功し、認知度を高めた。また、 1998年のペプシマンボトルキャップに橋を発した両社のグッズキャンペーンは食願コレクターに広く受け入れられたが2005年に厚生取引委員会から注意を受けボトルキャップの中身が見えるように変更された1997年によりペプシコーラの販売権を清涼飲料水業界第2位のサントリーが取得コカ・コーラ販売権を持つ 業界一位の日本コカ・コーラを追撃する体制を整えた。飲料業界は千0 0と言われるほど競争が厳しく、コーラの類似品はこれまでに多数商品化されては消えている。蒸気以外のコーラについては、コーラの記事参照。ありがとうございます。